階段アミーゴ。やらせていただきます、はいはい、あのこれである女性の方から聞いたんですけどね、その人不動産屋さん、うんうん、1年目だったんですね。新人なんですよ。で新人さんの仕事って何あるかって言ったら、まあ、いっぱいあるんだけど、その中で一番大きな仕事は朝一番で不動産関係の本、例えば駅に置いてもあれ一発目でくるんだって。とにかくそれがまず仕事なんですよ。で なんでって聞いたら、その中でこうやって見て安い物件あったりするじゃないですか。でそこに安い物件のところの場所に電話をして自分のところに置かせてもらうんだと。だそうすること宣伝になるから、安い物件がありゃそれを見てお客さんが来ますよね。仮にその物件がなくなってのも違う物件をこうやってできるから、まず宣伝としては安い物件を置くことが大事なんで、人様の、まあちょっと変な話だけど、人様の置いてる物件を見て、でそれを調べて連絡して置かせてもらう、その仕事だったんですよ。で、はい、こう見てたら駅の近くでめちゃくちゃ安い貸し物件があったんだって。これはちょっとすごいなと、今ずっと見てたけど今日初めて出てると。でそれを上司に報告したら、あいいねって、うん、でね、これも今やから言えるんだけど、本当はダメだと思うんだけどね、その場所が分かるだけであるところに連絡した電話番号まで分かるような仕事をしてる業界があったんですって。今はもうダメですよ、はい、いろんな問題があって。でそこに言うともうすぐ電話分かって、で直接電話するわけですよ、うん、もしもし、はい、あの本当あの今本を見たんですか、雑誌を見たんですけど、あのなんかあなたとこのねお宅を貸したいそうなんですけど、よければうちでも貸してくれませんかねって話をするわけですよ、うん、したんですよ。いい感じのおばちゃんが出てきて、でどうやらおばちゃんが言うには、もともと3人暮らしだったんだけど、ご主人なんかも亡くなっちゃって、で息子はもう仕事で独立、もう独立しちゃって、うん、まあ、違う地域に住んでるんで、立ち取りなんで、ちょっとこんな広いとこね住むのちょっと嫌だから、もう貸そうと思ってるんですよ。でもしあれだったらすぐ現金がもらえるんやったら売りますよって言うんですよ、うん、値段聞いたらめちゃくちゃ安い値段言うんですよ。でこれはちょっとええなと思って、でまあ上司に話したら、それいいじゃないかと。ただ物件みんなわからないんで、とにかくもう一回連絡入れて、いつでもいいからこう近いうちに、まあ見に行くって話をしてくれって。わかりました、彼女また電話して、じゃあ今日来てくれって言うんですよ。いいよ今日来てください、どこちゃんいいから、わかりましたって言って、今電話切って、上司に伝えたら、わかった、じゃあ行っておいでって。でこれ初めての仕事なんで、全部契約まで全部あなたが君やりなさいって、うん、その代わり一人でできないと思うから、お前も手伝ってやれって言って、直属の上司の先輩、はい、じゃあお前もつけても分かりましたって、まあ、男性の方なんだけど、その方まあ20代後半の人で、じゃあ一緒に行ったんですって、ね、住所聞いて行ったんだけど、そのね着いたらちょっとえっと思ったって言うんですよ。ほんまにここ、えちょっと待って、えでもここだよ、もう確かここです、えってなんでかって言ったら、そのね住所にあった場所にあった家、ゴミ屋敷なんですよ。もうこれ、それ見てたらその先輩も、いやいやこれあの値段安いけど、いやこれダメだよと、こんなの誰も借りないし、これ売るとなってもこれ掃除だけで大変だからどうするって言われたんだけど、まあ勉強にはなりますね、流れとして。だからまあこれちょっと物件的問題あるけども、お前も初めてやし、まあね社長にもね最後までや流れをやれって言われたから、まあ勉強があるから、まあいいか、これでもちょっと聞いてみようかっつって、もう先輩ほとんどもう半笑いなんですよ、もうこれ無理やって。で彼女はまあ真剣で、分かりました、私も初めてなんで、まあ、やります、じゃあって。で入り口 で仮に吉田さんとしましょうね、まずなんか見たらこうチャイム鳴らないんですよ、押してもまずもうえっ、ー、と思って、でこう見たらドアもね、ちょっともうガラガラって開ける昔のドアだったんですけど、もうゴミが挟まって隙間空いてるんですよ。で勢いに入ったら悪いから、その隙間から吉田さん、吉田さん、あの、まるまる不動産のものですけど、吉田さんって言っても、誰も出ないんですよ。はいはい、で、と思ったんだけど、どうしようかって言ったら、いや、一応ドア開いた時間開けて、で、もう一回呼んで、見なかったら、調べて帰ろうって言って。で、まあ、ガラガラって開けたら、廊下がずっとあるんですけど、ゴミだらけなんですよ、全部。もう先輩笑ってんですね。わーって。でもね、彼女は笑えなかったんですよ。というのは、パッと開けたら、廊下から出たでしょ、ゴミ箱だらけの、うん、そのねずっと奥に階段が見えてんだけど、はい、その階段の手前のところのゴミだらけの廊下のところにおばあさんが正座して下向いてんのとこって、でよーく見てそのおばあさんポト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 なんか水垂れてんの頭から、それがいたからもうびっくりしちゃって、それでもなんかでも先輩見たら気づいてないっぽいんですね、笑ってんですよ、わこれひどいなって、これ絶対気づいて言いますよね。で彼女だけビビっちゃって、でも先輩気づいて、えっとどうしようか、でもこんなところでおばあちゃんいるって頭おかしいと思われるじゃないですか、先輩見えてないみたいだし、どうしようと思ってたら、いきなり階段の上から
ドン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 すごい勢いでおばあちゃん降りてくんだって。で彼女が言うには汚いサザエさんみたいな感じの汚いサザエさんみたいなおばあちゃんがブワー降りてきてゴミを蹴散らしながら、その途端におばあちゃんがふっと落ちたって言うんですよ。リミがえどういうことって聞いたら、いや床が抜けたみたいにその廊下に乗ったおばあちゃんがポンと消えたんだって、床に吸い込まれない感じで。でその消えた瞬間にドボンって水の音が聞こえたって。でそれはどうやら先輩にも聞こえたみたいで、もうなんか今水の下はねって言うてるおばあちゃんがもう降りてきてるから、それドワッて降りてきたおばあちゃんがもうそのまままたそのばあちゃんがったところにゴミも蹴散らしながら来て、よう来てくれたねって。その電話のそのおばあちゃんだったんですよ。電話ではまともやったけど、もう生で話したらちょっと言ってるおばちゃんで結構もうすごい大笑いして全然話にならなかったんだって。だけどさっき言ったみたいに先輩はそれでも大爆笑してたんだけど、彼女はその消えたばあちゃんのことが頭がいっぱいで、もうとてもや真面目な話を聞けなかった。まあ、とにかくもうそのおばちゃんもちょっと不自由じゃなかったし、もう、もうそれで話終わらして、まあ、帰ろうってことになって、まあ、出たんですね。はい。でもやっぱ大爆笑ですよ。もうこんな、これあかんわ。でも一応最後まで、売る言うてるし、はい、物件として問題あるけど、まあ、契約までやろうと、まあ、勉強になるし、でこんなんもうな、ひどいな、でもこういうことであるから、気をつけなあかんねんなって話もそうですね。でも彼女はそんなこと消えたばあちゃんの頭がいっぱいで、でも絶対先輩見えてない。でもちょっと気になることがあったから、先輩に、さっき先輩ちょろって言うたから、先輩さっき変な何か池に石かなんか落としたの音しましたよねって聞いて、おっこのまま出てきたのそれしたよなって、あそれは聞こえてたみたいな、それ以上言えなかったんですね、うん、でそれでその日終わったんですよ。で、まあ、社長に伝えたら、うん、社長もへって言ったけど、まあ一応最後までで、あとその借りるそこをね借り売るって言うても、まあ、傷だらけの物件かもしれないし、それを調べようなって、それも教えてあげろって調べる方があるから時見てって、わかりましたって、それで終わった。それからまあしばらく経ったんですけど、まあ、その物件動向を言ってたんですけど、ある日ねその先輩会社に来ないことがあったんですよ。それはすごく先輩真面目な人、絶対電話してくるんですよ。電話もなかったんですよ。で会社みんな心配したんですよ、おかしいおかしいって。で2日経っても電話がないんですよ。おかしいぞってなって、どうするって。そしたらまあその中で一番新人が一番暇だから、人事の人呼ばれて、ちょっと来てくれ、お前知ってると思うけど、お前のなんとかさん今日2日間来てないわ、来てないですね、悪いけどさちょっと見てきてくれないかな今からって、住所渡すから来てきてくれって言って、で分かりましたって行きますよって言ったら、会社の電話かかってきて出たら病院からなんですよ。でどうやらその人事故を起こして、今やっと気づいて意識戻って、ちょっとその彼がちょっと意識朦朧としてるんだけど、連絡先がちょっと近くにいるのは親戚もいないから、この会社っていうことだったら、もう申し訳ない、ちょっと来てくれんかな、まあ、お金の問題もあるみたいなんです、ぶっちゃけ言うと、病院としてはね、払ったんだから、来てくれんかなっていうことになって、で、まあ、また、分かりました、じゃあ、まあ、人事部の人に電話あったんだけど、また彼女が、もうお前、行かんでいいから、ちょっと病院見ていてくれっつって、なんかよう分からんけど、なんか事故したみたいで、今なんか気づいて、意識が出てきて、なんか、でも命には別にないみたいって言ってるけど、とにかくちょっと。あとなんかその辺でコンビニでパンツも何もいろんなものあるみたいな、買って行って、うん、で持ってってあげてくれ、ちょっとお金もその貸しが出すからちょっといるみたいから、終わりましたって言ったんで、まあ先輩着いたら、まあ、個室に入れられてたんだけど元気なんですよ。どうしたんですかって言ったら、いやよくわからないんだよねって。でどういうことだって、あれお前この間と変な物件見に行ったんやって、うん、ああ行きましょう、あれからなんかな、調子悪くてさ、ちょっと何日か続いて、あまり調子悪いから、ちょっとこう、ね、変えようと思って、まあ、酒でも飲んだら変わるかな、飲みに行ったんだよね。でね、あれ酔っ払いすぎてさ、どうやら警察が言うには、自転車盗んで、でそのまま走ってってひっくり返っちゃって、で、病院に運ばれて、で、この今気づいて、まあ、全部脳も全部調べたけども、全然問題ないんで、あれバカだよね、って言うんで、まあ、ただちょっと気になることがあってさ、って言うんで。どうしたんって言った、俺なこういうこと言ってどうか分かんないんだけどさ、何ですか言ってくださいって、そのね気持ちよくなった理由なんだけど、あの物件見に行った人夜なんだけど、俺夢だと思うんだけどさ、何ですか先輩、夢だと思うんだけどさ、寝てたらね金縛りになってさ、目を開けたらさババアが正座してんだよね中に、ってで怖いからとにかくうわやめてくれって言った、そのババアさ急に俺の中突き抜けて、でね頭の下の方でドボンって水の音聞こえたんだよねって、その時思ったのが、あれ俺そんなの見たことも聞いたこともないんだけど、あのさ井戸にさ
一掘り込んだらああいう感じだと思うんだよね。でも夢だと思うんだよな。でもそれ見て気持ち悪くってもんもんしてて、で酒飲みに行ったらあんなことなったんだよね。でああもう一個気になることあるんだけど、ちょっとそれ見てくれよって指さしたら時計あるんですよ。まあ結構そのいい時計だ、はい、持ってたんですよ、自慢の時計だ、壊れてるんですね。見たら3時15分で止まってるんですよ、うん、3時15分で止まってる。これ俺だからひっくり返った時間だと思うんだよね、うん、でさそのババアの夢見たのがさ3時15分だったんだよな、同じ時間で気持ち悪いんだよねって言うんですって、うん、ちょっと怖いなって彼女も思って、でまだ契約してなかった、まだ行かなきゃなかったんですよ、嫌じゃないですか、はい、関わりたくないじゃないですか、でうわどうしようと思ったんですって。わでも嫌だな、なんか分からないけど絶対それだなって。そのババア見てないですね、その先輩は。彼女は見てるんですよ、下を向いてと正座してたって全く同じっぽい気がするんですね。嫌だなと思ったんだけどどうしようと思ったら、その夜彼女寝てたらね、いきなり名前呼ばれたんです。ふっと目覚めたら動かないんですよ。と思ったら天井からばあちゃんがポーンと落ちてきてお腹に正座するんだって。でうわーやめてやめてと思ったら、そのババアがその正座した状態で彼女をこうって見たらバタ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 水が落ちてきた顔に、あのババアなんですよ。でうわーと思ったらそのババアがなんか言ってんだってブルッブルッって、それが水の中で喋ってるみたいなんですよ。ブルッブルッって、同じようにそのババアがだんだん近づいてきて、彼女は怖いから目をつぶったって言うんですね。でも顔にポタ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 水落ちるの分かるんですよ。どん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 近づいて耳のそばで来るなって言って、うわって重さが取れたと思ったら頭の方でドボンと出てきて、それでもう彼女もビビっちゃって、もうこれあかんと思って、その日そのままですよ、そのまま遅刻の家に帰ったんですよ。ほんで会社に朝電話して、いや実はお母さんが、嘘ですよ、お母さんが病気でちょっと調子悪いに倒れたから今帰りました、一生懸命休ませてくださいって、その物件に触れたくないから。でその先輩も入院してたら触れないし、まあ、彼も触れないし、でしてたら3日ぐらい経って家に電話かかってきたんだって、悪いなと思ってたんだけど、もう10週間ぐらい休まないと、まあ、違うやつね行って解決するまで行きたくないと思って電話かかってきた。社長からなんですよ。どうしたんですかと。お前さちょっとまあお前分かってたのか、お前もちょっと今ちょっと家庭でいろんなことあって行ってるし、でお前のほらこの間一緒にいた先輩もまだ入院中なんだけど、でちょっとよく分かんないんだけど、あの物件どうなった、すぐ彼女分かったんですね。でもそれ言うとあかんと思って調べくれて、何のことですかって。でもほらなんかゴミ屋敷の物件って、ああはい、あの、まあ、契約ちゃんとしたって言うから、いやしてないです、あよかったって言うんですよ。いやどうしたんですかって、あれ物件さ燃えちゃってさ、まあなんかおばちゃんは大丈夫だったみたいなんだけど、なんか家全焼しちゃって、なんかその辺でなんかおばちゃんわけわからん電話かかってきたんだけど、うち契約してないから関係ないよなって、うん、契約してないです、あよかったよかった、じゃあ別にいいよねって、それでまあその物件はなくなったそうですね。で後日その彼女気になってしょうがないから、まあその彼女は行かなかったんだけど、まあその辺のごちゃごちゃがあったから他の人がちょっとこう見に行ってたりしたんですね。で聞いたら焼けた後から井戸が出てきたんです。その井戸がそのばあちゃんがいた廊下の下だったんだって。うーだから多分よくわかんないけど何か関係あるんじゃないかなって、ちょっと井戸の話を、うわ今日はちょっとガチで怖い話をさせていただきました。ちなみに僕はガチで怖い話もできます、はい、いやありがとうございました。ありがとうございました。いやもう絶対移動ダメですね。ダメ、もうだ潰しちゃダメってそもそも言うじゃないですか。だからでもね僕それでいろんな方で聞いたら不動産話も言ってたんだけど、いそのそんな幽霊も全く知らない人いっぱいいるんだけど、ただ移動だけに関してはちゃんとしようっていうのと、移動をちゃんとしなければなんかね必ず起こることがあるんですって。まず部屋が汚くなるんですって、まず部屋が汚くなって、で家庭がなんかそのごちゃごちゃになってきて、で主人がなぜか女を作ってお化けを見るって言い出して宗教に走ったりして、最後家が燃えるんですって。なぜかそういうパターン、そのパターン細かく分かんない、ちょっと溜まってるんですよ、まあ、統計的なところですよね。で今回の話もちょっと溜まってます、部屋が汚くて、確かにおばあちゃんちょっと頭おかしくて、でおやさん死んでるんですよ、女が作ったことがそれは分からない、で最後燃えちゃったでしょ、結構ハマるんで。なるほど、だ井戸はちゃんとした方がいいですね。でも分かんないよね、そんな勝手に廊下の下にあったら。いやそうですね、ありがとうございます。ありがとうございます。これでちょっと放送みたいし僕も階段できない。いや別に、いやいや伊藤さんはすごいっていうのをみんな知ってますよ。ありがとうございます。じゃあそのすごいだけは何回もループ。いやなんでなん。君が